はい、それではですね、これだけの、ものを打ち上げているんですが、実際にアクセスされているかということなんですけど、で、非常に多くアクセスされています。現在ですね、1ヶ月に毎月100万の訪問がありますですね。これをもうほとんど100万人というふうに数えて、間違いではないというふうにオープン構成では言われています。で、この訪問というのはですね、何かと言いますと、これ一つの、このアクセスの数え方なんですけど、あるユーザーが30分の間、オープンコーセアにいる間は何ページ見ても一つの訪問というふうに数えますですね。30分の間これがもう一つの標準になっていますけど、ですから30分の間に、このオープンコーセアをもう何度見ても一つの訪問で、それが100万回あるということです、毎月ですね。これだけのたくさんの訪問があるとは、これ最初オープンコーセアを提案した我々にも予想しなかったアクセス回数です。で、どこからアクセスがあるかと申しますと、北アメリカが一番多いですね。アメリカ、カナダ、次いで、東アジア、日本、中国で、それから、西ヨーロッパ、で、インド、パキスタン、南アメリカ、ロシアと東ヨーロッパで、アフリカの北の方ですね。海戦がしっかりしているところ、オーストラリアで、最後にこの最貧国が集まっているアフリカの南の方ですね。で、実はこの最後のこの数字について、もう後でお話しします。はい。で、こういう形でもうともかく世界中からアクセスがあるということですね。で、最初にこのオープン構成を、提案した我々にとっても、この MIT が持っている教材は我々のものだけではなくて、世界の人たちに共有していただきたいということで、で、まさにこの数字がそれを表しているんですが、で、これもう毎月増えています。いいですね。つい2年ほど前まではこのアクセス回数は半分でした。で、これが毎月増えています。で、このオープン構成を提案した理由っていうのは、その MIT の教材を無料で世界中の人たちに使っていただこうと、要するにその社会のためにというふうにこれを提案したんですが、実は MIT にもベネフィットがたくさんあるということがすぐ分かりました。ここにいくつか数字を挙げてみたんですが、68%の MIT の学生がオープン構成を使っているですね。で、95%、そのうち95%は非常にそのオープン構成に対してポジティブな印象を受けていると。で、特に驚いたのはですね、これ2年前のアンケートできっとこれ増えてるかと思うんですが、その2年前に当時の MIT の1年生にですね、高校生の時にオープン構成を見ましたかとですね、聞いたところ53%ですね、半分が見ていたというふうに言いました。高校生の時に、まだ MIT に来る前ですね。で、かつその53%のうち16%がその MIT を選んだ一つの理由はこのオープンコースウェアだというふうに言ってきました。もちろんオープンコースウェアがあるから MIT に来たっていう学生は誰一人いないと思うんですけど、要するに電子工学をやりたいから、あるいは経済学をやりたいから、あるいはケミカルエンジニアリングをやりたいからというですね。それがもうもちろん一番の理由です。でも、プラスアルファでその、ケミカルエンジニアリングだったら MIT にトップのものもある、あるいはスタンフォードにもある、でもプラスアルファで MIT にオープンコースウェアがあったとですね。で、実際に覗いてみてどういう授業をやってるかっていうのが分かったんですね。ただもう誰でも手に入るような本を読んだ、MIT の本ですね、カタログを見るだけではなくて、実際にその授業を覗くことができたと、先ほど見ていただいたようにですね。で、それで、
MIT を選んだという学生が50その実際に高校生の時に見ていたという半分のうちの 16% で、これは徐々に増えているかと思います。来年だったと思いますが、また同じアンケートをやりますから、その時にはまたこの数字が出てくると思いますけど、きっと増えていると思います。でこのようにその、社会のために始めた企画なんですが、実は MIT にも大きなベネフィットがあるということですね。でこれは学生にでもちろんその MIT っていうのはハーバードやカルテックやスタンフォードなど常に競争しているですね、優秀な学生たちに競争しているので、この 16% っていうこの数字は非常にその MIT にとっては大切な数字です。はい、でこれは学生に関してなんですが、実は教員のその教育ですか、そのティーチングの向上にも直接貢献しているということも最近、分かってきましたですね。いくつかその具体で、申し上げられるんですが、例えばですね、そのオープンコースウェアには今7割の教員が貢献しています。で提供しています。でその7割の教員の中のにかなりは例えばパワーポイントなんかいじったことがない、そういう先生たちがいますが、オープンコースウェアに自分の教材を提供しようというふうに決めたところで初めてパワーポイントをいじってみたとか、そういう先生たちがたくさんいます。でパワーポイントをいじったからもっといい教育ができるかっていうと決してそうではないと思いますですね。ただそこで一つ私にとって大切なのは、その先生は、何年かぶりに自分の教え方を意識したのではないかと思います。これは皆さんもそういう経験があると思いますけど、そのパワーポイントを作るときにどうやって自分が伝えたいことをいかに、効果的に伝えるかっていう、そういうことを考えます。で、長年教えてますと、なかなかそういうその自分の教え方を意識する機会がなく、毎年同じような形で教えてしまうというのが現状なんですけど、こういうふうになんかちょっと違ったメディアを使ってみるということで、その自分の教え方を意識する、これだけでも大きいかと思いますですね。でもう一つその教育の向上に役立つかと思いますのは、やっぱりそのみんな打ち上げ始めたので、お互いどういうことをやってるかっていうのが気になるですね。ですから他の先生の授業も一応こう覗いてみるっていう、こういう傾向も見られます。でそこから出てきた結果として一つですね、2人長年 MIT にいる先生で、長年いるにもかかわらず一度も顔を合わせたことがない、先生がですね、2人ともオープンコースウェアで打ち上げて、で1人の先生がもう1人の先生の授業を見て、でかなり似たことをやっているってことに気がついて、でその先生に会いに行って、実際に会いに行って、で今一緒に授業を教えているそうです。そういうこともあります。はい、でこのようにそのオープンコースウェアっていうのはその社会のためにやったんですが、実はそのオープンコースウェアをやっている大学にもベネフィットはたくさんあるということですね。でちょっと次のトピックに入るんですが、オープンコースウェアはもともと MIT で始めたものなんですが、最近ですね、世界中でこのオープンコースウェアというものを、が始まっています。でその中で特に今注目されているのは、日本で、行われているジャパン OCW コンソーシアム、これは後ほど箕面先生からお話があるかと思いますが、今世界中で特にトップの大学がオープンコースウェアを打ち上げていますですね。これちょっと古いデータなんですが、これだけあります。アメリカ、中国のトップの大学も打ち上げて、北京大学、清華大学、フランスのトップの、工科大学が打ち上げています。で日本、スペイン、ポルトガル、ベトナムは国全体としての政策としてオープンコースウェアをやっています。インドの優秀な工科大学が今集まって教材を作り始めていますですね。でこの中で特に注目されているのは、この日本の、京大をはじめ、旧帝大、早慶ですねが最初に作ったこのジャパンオープンコースウェアコンソーシアム、これは世界初めて
ある国のトップの大学が集まってオープンコースをやろうというそういう、イニシアティブで今他の世界の大学がこの日本の JOCW をモデルとして、動いています。例えば中国のこのトップの大学も彼らはもともと MIT の教材を、中国語に訳していたんですが特に JOCW が日本の大学の教材を打ち上げ始めたというのが一つの刺激になって自分たちの教材も最近打ち上げ始めました。はい、でこのグラフはですねこの青い部分が、MIT の、科目の数で赤い部分が MIT 以外のところの、科目の数です。でご覧になって分かるすぐ分かると思いますけど傾向としては MIT 以外のところのオープンコースエアがどんどん広がっているですね。でこれも世界中に広がっているということです。無料で誰でも、登録などを必要とせず自由に使えるとですね。で先ほどいろいろとMIT のオープンコースエアの教材を見ていただいたんですがオープンコースエアに載せる限りその教材はすべてコピーライトなどもクリアしていますということはユーザーは先ほど の何でもいいですけど MIT の2000科目までいったところで2000科目の教材何でも自由に非営利的な使い方であれば使えるということです。で実際に世界中で今使われています。でこのコピーライトをクリアするっていうのは MIT 以外のところのオープンコースエアでも全て皆さんそれに従って仕事を進めていらっしゃいます。